おはようございます。速稼塾の久保です。億万長者合宿シリーズをご覧の皆様、1億円と聞くとですね、とてつもない金額のように思いますけども、まあとてつもない金額なんですよね。一言で1億円と言っても、だいたいね、2億円ぐらいの利益を出さないと1億円って手元に残んないんですよね。で、2億円の利益を出そうと思ったら、売上的には 20% の商売しても10億円の販売をしないといけないんですよね。これはね、さすがにしんどいと思います。きついと思います。まあですんでね、1億円1億円と言いましても、まずは足元の1000円とか1万円とか、それこそ500円からやっぱりね、意識していただきたいと思うんですよ。まだね、コンスタントに1000円とか2000円がコンスタントにですよ、毎日のように1000円とか2000円が稼げるようになってから、まあ1億円というのを目指していくとかね、毎日1000円2000円稼げるようになったら2000円3000円とか5000円1万円というふうに上げていくと。そして1日10万円という日当が上がるようになると、これは3年で1億という、それでも3年かかるわけですよね。さあ、そこでですね、何か自分が得ようとしたら、なんかアクションを起こさないといけないんですよね。で、こういうふうに言う方がいます。何かをやりたいんだけども時間がないんですと。そうなんですよ。何かをやるためには時間が必要なんですよ。そして何かをやろうと思ったら、人の協力も仰がないといけないんで、人脈も必要になってきます。何かをやろうと思ったら技術、スキルも必要になってきます。だからスキルを習得するための勉強も必要になってきますよね。ということで、全てのことには二面性があるってことが分かるんですよね。例えばね、1台の車を買いました。車は1000万でした。1000万の車を買うと、当然1000万円というお金はなくなってしまうんで、マイナスです。いや、その車欲しいんだけど1000万なくなっちゃうじゃないですかっていうのとね、先ほどの、いやいや、ビジネスやりたいんだけども時間がないんですっていうと、結構ね、似てると思うんですよ。そうなんですよ。何かを得ようと思ったらね、例えば100のパワーを得ようと思ったら、100の何かね、代替物がいるんですよ。失うものが必要なんですよ。ね、そしてそれを合算するとゼロになる、プラマイゼロになるんですよね。だから何もしなければプラマイゼロ、何かをやっても大きく見るとプラマイゼロなわけなんですよ。ですんで、何が言いたいかというと、何かを得るというのは同時に何かをね、失っていくということでもあるんですよね。ただインターネットの時代になると、失うというのはただ失うだけではなくて、どう失ったのか、何がなくなったのかを発信することによって、マイナスですらプラスにできるわけなんですよ。例えばね、借金を3000万作ってしまいました。借金3000万作ったらどんな人生が待ってるのかってことを発信すると、そこに共感する人、ファンの方、アンチの方、応援する方、いろんなね、副作用が生まれてくるんですよ。それが自分の資産になっていきます。これが失敗資産というものですね。その失敗資産を積み上げていくと、うまくいってもプラス、失敗しても結局はプラスになる。だから両方とも得ってことになるんですよ。ですんで、私はね、どんどん行動していく、挑戦していく、それをアウトプットしていくってことをものすごく推奨してるわけなんですよね。で、何もやらなければ何も生まれません。でもそれでも生きてはいけます。寿命が尽きるまで生きてはいけます。で、何かをやっても結局は寿命が尽きるまでしか生きられません。これをどう捉えるかなんですよね。もう一回繰り返してみますけども、何もしなくても生命が終わるまでは生きていけるんですよ。何もしないっていうネガティブな面を抱えていても、生きていけるっていうのは同じなんですよ。寿命が続くまで生きていけるんですよ。ね、ポジティブでしょ。でも何かをやっていても、一生懸命何かをやっていても、寿命が尽きたら終わりなんですよ。ね、どっちもプラスとマイナス合算したらプラマイゼロになるというふうな感覚、お分かりいただけですかね。まあそういうことでね、やる気が出ないんだったら、やる気の出ないということのそのまんまに任せておいても、それはそれで快適だと思うんですよ。で、やる気が出ていってしまえば、やる気を満足させるために行動すれば、それはそれでね、フラストレーションも発散させていくのかなと思いますので、結局はどっちもね、一緒なんですよね。くすぶって悶々としていても、それが心地よければ、くすぶる人生に幸せが見つけられるんですよね。そしてくすぶってのが嫌だなと思って行動すれば、それなりのね、失うものは出てきますけども、それなりに満足感も得れるんで、合算したらゼロにはなるのはどちらの人生も一緒なんですけども、さあ、どちらがね、より自分に納得感がいただけるかということなんですよね。まあ、自己納得っていうんですけどね、自己満足っていう言葉に対して、私はね、自己納得っていう言葉をずっと使うようにしてるんですけども、この自己納得っていう概念はなかなかね、この世の中に浸透してないと思うんですよ。で、私が知るところ、自己納得っていうのは以前、ずいぶん前にですね、ちょっとわからない方が多いと思いますけども、麻雀蜃気楼っていう、まあ、あの漫画があるんですけども、その中に少しだけ出てきたんですよ。自己納得ね。多くの方は自己満足を共に生きてますけども、私たちは自己納得、他の人には納得してもらえないかもしれないけど、自分の人生では、あ、これを得るためにこれを失ったんだなっていうのはね、自己納得の世界なんですよ。もしくは何にもしなかったんだけども、それはそれで良かったんだということも自己納得ですよね。
自己満足っていうのはどちらかというと自己肯定に近いんですよね。これを何かをやっても何かをやらなくてもそれはそれで良かったんだと、自己肯定をしながら生きていく、それもまた悪いことじゃないんですけども、私の言うね自己納得っていうのは、そこにですねマイナスにはマイナスの副作用をね得ているっていうこと、プラスを得ているってことで、プラスはプラスでマイナスをやっぱり得ているってことをしっかりと認識することによって、まあなんていうんですかね、一歩一歩確かめていく、自分の足取りを確かめていくってことなのかなと思いますよね。今回ですね、世の中には2種類の人間がいるという切り口だったんですけども、実はね3種類目がいるかもしれませんよね。3種類目それは何でしょうか。やる人とやらない人ね、こういうふうに2種類に分けることもできますけども、やったりやらなかったりする人っていうのもいるんですよね。3種類目がね、こういうふうな選択肢を自分で持っていくことも、まあ、人生の楽しみなのかなと思います。今日の内容はね、なんか2点3点する内容で、一体何が言いたかったのか分かんなくなりますけども、こういった動画もたまにはお送りして、億万長者合宿シリーズをねお迎えしていただこうかと思います。それではいってらっしゃい。